俳優の松本若菜さん主演の連続ドラマ、私の宝物、フジテレビ系、木曜午後10時、の第3話が10月31日に放送された。神崎広樹、田中圭さん、と、喫茶店のマスター浅岡忠幸、北村和樹さん、のやりとりについて SNS で話題になった。写真特集、コーヒー飲んでかない、マスター、北村和樹に癒される。 以下ネタバレがありますドラマは、たくらん、たくらん、という禁断の決断を下し、大切な宝物を守るため悪女になると決意した主人公と、その真実に翻弄、翻弄、されていく夫、かつて愛した男性という二人の男性の運命を書く愛憎劇。昼顔平日午後3時の恋人たち、2014年、あなたがしてくれなくても、2023年、 を手がけたミサオレイコプロデューサーによる夫婦のタブーを扱ったドラマ第3弾となる。妻のミュー松本さんから子供の名前を付けてほしいとお願いされたヒロキ。父親になる自信がなかったが、いくつもの名前の候補を考え、その中からしおりという名前に決定する。しおりを産んでくれてありがとうとミューに感謝したヒロキ。ミューに対して優しい行動が増え、 スマホの待ち受け画面に設定された娘の写真を見てにっこり笑うなど、徐々に父親らしくなっていく。その後、朝岡の元を訪れた弘樹、家族と過ごす時間のため、仕事のプロジェクトのリーダーを下ろしてほしいと申し出たことを明かすと、朝岡から、大胆なことするな。汗水垂らして気づいてきたキャリアだろ。そっちの後悔はしないのかと聞かれる、弘樹が、 どんなに汗水垂らしても手に入らないものってありますからと答えると、朝岡はそれが天からの授かり物ってやつかと話す。そんな中、朝岡から子供の写真を見せるよう求められた広木は、ええー、へ,へへとニヤニヤする。そんな広木に、えへへじゃないよとすかさず突っ込みを入れた朝岡は、写真を見た途端、ああかわいい。こりゃ人生変わるわな、という様子が書かれた。SNS では、 喫茶店でマスターに写真見せてるとことかめっちゃ可愛かった喫茶店のマスターとのシーンがほっこりする味方っぽくなってあげてちゃんと逃げ場作ってあげるマスター優しい来週も喫茶店のマスター出るよねあの場面だけなの一息つけるのはといったコメントが並んだ